はい。今日のおすすめ商品はこちらですね。本日到着したばかりの KKMoon の USB 電圧電流マルチテスターのご紹介です。USB2.0 が出力、入力、 それぞれ1ポートをついております。では、開けていきたいと思います。こういったね、缶に入ってきますね。で、説明書ってほとんどないんでね、ちょっと先ほど開けて、えー、操作を勉強したんですけどね、えー、かなり、えー、苦戦しました、えー。完全に、まあ、1時間経って理解しましたんでね、皆さんもぜひ、えー、買われた方は私の動画を参考にしてみてください。こちらの QR コードからアプリとか、 pc とかに取り込むダウンロードサイトに飛ぶことができます。後で詳しく説明しますね。はい、これしか入っておりません。で、こちらがその USB 電圧電流テスターマルチメーターとなります。で、Amazon で私購入してね。 値段が現在、プライム会員さんは2199円で送料無料となっております。サイズのところでね、型番のところで UM24C を私、高い方を購入しました。なぜかというと、こちらの方は Bluetooth が内蔵されて、携帯にね、携帯のアプリと連動してペアリングして、こちらの画面を表示することができると。 いったもので、後で見せます。必ず買われるときはね、高い方の若干高い UM24C を選ばれてください。最初は UM24 になってると思うんで、そこは注意してくださいね。後で、えー、これじゃなかったと言わないように、24C、C が末尾についた方が Bluetooth で飛ぶ方になります。では、見ていきたいと思います。内容物はもうこちら、本体 USB テスター、 マルチメーター一つとなります。横方向です。二層構造になってますのでね。もう基板剥き出しなんで、水とかコーヒーとかこぼさないように中に、ね、基板に湿気、水、ね、当然のことだけど、そういうものをこぼさないようにしてください。こちらが USB2.0 のメスです。こちら、オスとなります。で、ここに、 マイクロ USB-C がついてます。こんな感じですね。二層構造で、ここに、Bluetooth のね、ランプが点灯する部分があります。自動でね、これ、ずっと、Bluetooth の電波が出てるのかな。オンオフはできない。えー、電源で、えー、を刺すと、給電すると、Bluetooth がオンになると。 いったものです。早速見ていきたいと思います。電源入れてみますよ。ここに挿してもいいんですけど、こちらで、えー、給電しますね。こちらの方から、はい、マイクロ USB-C に挿すと、起動画面です。こんな感じです。はい、綺麗ですよね。この画面の明るさもコントロールパネルから変えることができます。ネクストで送る。ヘルプですね。ここ。バトンがここにあります。ボタンですね。 で、これ、Bluetooth。接続されると、ペアリングすると、これが点灯に変わります。はい。これがヘルプのところのボタンですね。4箇所あります。ボタン、こういう小さいボタンが1、2、上部にも1、2と4つあります。こんな感じですね。詳しく見せますね。今日はね、 非常に長い動画になると思いますので、まあ、最後までね、えー、これ買いたい方のために説明書がこれないんでね、私1時間かけて分かった説明書が代わりにこれを見てください。ここですね。はい。これがヘルプ。一回押します。と戻ります。これネクストで画面がこれだけ変わります。もう一回押します。はい。 ここんな感じでです。すれがグラフですね。今ここ出力してないんでね一本線になっておりますけどこれが電圧ですねボルトの方次が電流の方ですはい今0のところに横行ってますよねまだ外に出力してないんではいでこれが設定画面 画面のこれスリープモード9ミニ n u と9分で画面が自動で消動します1分から9分までできますそれとこちらが1から5だったかなここのディスプレイの明るさの表示の設定ですそして下が摂取と歌詞の設定ですね難度と FC と F の切り替えとなってます はい。こういったわけで、現在の室温が26度。ちょっとね、寒くなったんで、暖房入れてるんで、26度という風になってます。非常にね、買ってよかった、こちらマルチテスター。最新のはいいですね。で、Bluetooth が接続されると、このピンクの右横にね、Bluetooth のマークが出ると接続されたといった具合で、専用アプリを入れてもらうと、これが自由にね、 ペアリンングされてスマホからコントロールすすることができますもちろん PC にもね、入れれるんです。あの、専用のアプリがあるんでね、PC で Windows 7以降はすべてね、そのアプリを入れてもらうと、ノート p c の画面にね、いろいろと出るんですけど、まあ、それは今日は省略して、 やはり、Android にアプリで入れたものをお見せしたいと思います。なんとこれ、値段がね、Bluetooth、この点滅する、このパイロットランプがついた方が UM24C です。リンクは貼っときますので、欲しい方は見てください。かな、かなり安いとこ、安いのを探したんでね、2199円なら、買いだと思います。そんな感じで、早速ね、このアプリを、 お見せしたいと思います。説明書が全くないんでね。まず、携帯を立ち上げます。お待ちください。で、これですね。はい。Android のみです。UM メーターという。これを Google Play ストアで検索してください。UM メーター。で、これをタップです。はい。こういった風に出てきます。で、これで Bluetooth と接続するとき、 ここね、日本語、英語の、まず日本語になってないんで、ここのね、これを日本語にしましょうね。タップして日本語にする。はい、ここですね。JP にしましょう。で、Bluetooth をタップして、UM-24C、これをタップで繋がります。最初はね、この絵出てきませんので、最初は、この設定画面から、 Bluetooth を接続で UM24C をオンにしてくださいよ。UM24C を最初はこれをオンにする。設定画面から。そしてこれを立ち上げて、Bluetooth のところで UM24C と出てるとこをタップするとつながります。専用アプリにつながります。はい。これ今つながっている状態をお見せしております。するとどうなるかと言いますと、 このアプリで画面の回転とかもできるようになります。はい、今コネクトしたかなちょっと待ってください。UM24C。はい、Bluetooth に今つながりました。ここ見てください。角に青い Bluetooth のマークが出たら OK です。ペアリングができたんで、これで。 はい。画面の回転ができているのがお分かりですかこちら見てください。縦モードにしときます。横です。はい。これで画面の回転ができます。はい。こんな感じですね。で、これがデータ消去。まあ、これは使わなくていいですね。で、これが次のページに、次のページに来ました。はい。 こんな感じで素早く変えることができます非常にこのアプリを入れると便利性が増しますねこんな感じでで次の画面はいこれがグラフの方ですねでグラフも今こちら今フラットになってますけど出力してないんでねちょっとやってみましょうかねこれつないで Android の携帯につないでみましょうはいつなぎました はい。電源オンです。はい。ここで変わってるのがわかります。はい。ゴンと。はい。ここもいてください。まあ、電気化とかの方はすぐわかると思いますね。無線とかやってる電気エに詳しい方は、あすぐわかると思う、まあ、USB のテスターとなります。その時のね、暗証番号を教えておきますね。まず、u m 2 4 c を Bluetooth をね、 接続するとき、ペアリングするときは、番号 123C を打ち込んでエンターですね。すると、ペアリングできます。これを忘れないように 123C ですね。UM24C と最初 Bluetooth ね。スマホの方の Bluetooth でタップしたときに聞いてくるパスワードは 123C です。最初はね。こちらを入れることをお忘れなく。全く説明書がないんでね。 やっと私いろんなところを見てサイトで調べてここまで来ました。こんな感じで非常に便利だね。こちら非常にかっこいいですよね。また色々いろいろね、折りたたみ式のソーラーチャージャーとか持ってある方もそれに挿してね、電圧とか電流とかが非常にわかりますので最高にね、便利なものです。この画面のね、方向が変えれるのがいいですね。 はい。もう一度やってみますよ。画面の回転。はい。タップするごとに回転します。もちろんこちらのバトンのボタンでもね、回転するんですけど、やはりアプリを入れられた方が、こういう風に使い方が増すといったものです。そういったわけで、今日はこちら。KKMoon さんの USB 電圧電流テスターの ご紹介をしました。非常に見やすくて、カラーのね、画面も素晴らしいんで、ぜひお買い求めください。高いのになったら、この色とかを変更するモードもありますが、まあ、これで十分だと思います。これで値段が2199円です、現在。Bluetooth がついた方が、こちらのアプリと接続できます。もちろん PC とも接続できます。今日は PC に接続するのやってませんが、 まあ、Android の携帯でするのが一番便利かと思います。そういったわけで今日はマルチテスターのご紹介をしました。ぜひ私の動画が参考になればいいねをしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、またです。良い商品があったらご紹介したいと思います。